それでは本日もこちらをやっていきましょう。烈火の剣。前回、まあここで、盗賊やらなんやらで、あ、しまった、リブローじゃねえ。周りを広げて、さらに、村を早く守れという風なお達しが出ましたので、まあとりあえず、デマ州の盗賊の鍵を、あったっけかってな感じでちょっと確かめるだけなんで、まあ一つはあるな。んでついでだから秘伝の書で、技の低い、まあ、ヒースか。まあ、フレイボンは正直全部いらねと。で、秘伝の書を受け取って。じゃあ、とりあえずこれでいきますか。ベルか。ああ、マークドも。祖国にあまりいい思い出がない。俺はベルンキスタンの逃亡兵だからな。ただ、懐かしくないといえば嘘になる。いつかこの身の汚名を晴らして帰還できる日が来ればいいわ。またここか。これで75回目だ。一体どっちに向かうキアランに着くんだ。何やら不穏な気配。さて、敵襲か。霧に紛れる襲い来るとは卑怯者と。我が名はキアランの重騎士ワーレスのに、死を恐れぬ者はかかってくるがいい。何気にスナイパー。今この位置があるんかい。闘技場聞けな。まあとりあえず、まあどちらにやっても一発では落とせねえや。裏はこっちに一つとそこに一つで、間に合わないとダメなところがあるので、こっちのスナイパーの処理が終わったら向かいましょう。83%。まるで確変確率 83% の確外した気分だな。84% も外してくれるし。ここはとりあえずボス撃破なんで、
まあしばらくレベル上げの時間ができますね。で崩壊はお尋ねに。なんとでも申し上げますマドッツ様、このまま現国王の戦王を許せばいずれこのベルは言うの。しかし待て、そこに誰かいるのか。でフロリーナとりあえず。そっちになんでいく。と場所はここで合ってるはずなんだけど、まだ来てないかな。今日は霧が濃いな。絶好の悪者だ、ラジ日和なのに。あ、これ女性か。間違えた。前の仕事が長引いた。次の依頼があるなら早く聞かせろ。かすり傷は気にするな。傷などどうでもいい。次の標的を早く。バスターは ファイアーエムブレムの暗黒竜の光の剣や紋章の謎ですと、ドラゴンナイトはクラッシュチェンジ、ペガサスナイトのクラッシュチェンジ後のやつなんですが、こちらではドラゴンナイト、ドラゴンマスターというわけで下級クラス扱いになるんですよね。
ドーン。あっちゅう間にフロリーナがピンチされた。次に、まあ、なんで 43% で当たるんですかね。81も71も外すなよ。ここから攻撃した方が、表の顔は、あ、しまった、セーラーが狙う位置と思ったらこっちに来た。で、とにかくフロリーナは急げ。
でフロリーナ急げ。これがあるとは思わなかった。外すなよ。しかし武器の弱点でも相手は命中率 100% かい。同じことやった。うわぁ、繊維が一瞬にしてピンチになった。アレスを狙ってくれりゃいいんだけど、やっぱりそうなるよな。